い、どうもこんにちは。今日はニューシャトルの車両の部品について紹介をしていきたいと思います。まず最初は線形の部品から紹介していきたいと思うんですけれども、こちらはですね、サボですね、大宮から丸山ということで、表裏このような形になっております。鉄板でできてますね、これは。で、今も1050系でもサボっていうのが使われてるんですけれども、今の1050系にはですね、ここ大宮丸山の下にですね、英語で、記載等がございますけれども、線形の場合はですね、日本語のみという形になっております。で、サボも大宮丸山以外に、大宮内軸、それから団体改装試運転等がございます。続いてこちらがですね、サボ掛けでございます。線形の天井っていうのはですね、若干本当にわずかではございますが、斜めになっているということで、こちらですね、このように少し、右側だけですね、高さをきれいに揃えるっていうんで、このようなゴムみたいなものがですね、くっついております。左側の天井の方が若干低いため、こちらにはついておりません。こちらが右、こちらが左側ですね。はい、こちらはですね、フックがついた状態のサボですね。このように、きちんと穴のところに通すといった形になっております。それからこちら1号編成のですね、外側の側面の車板になります。ちょっとビニールに今入れてあるんで、テカテカした状態になっちゃってますけども、このように切り取られたものがですね、車両基地の部品販売で、発売されております。ちなみに、裏側はこのような形になっております。こちらは先頭車両ですね、1、2編成、先頭車両の、車両側面の下の部分なんで、緑色なんですけれども、ちょっと消えかかっちゃってますね、1612ということで、こちらも裏側は同じように、こうなっております。で、これも裏側はこのような形になっております。こちらは線形の尾灯ですね、ガラスでできておりますね。で、内側はこのように、ザラザラした形状になっております。このように光ったところで見ると綺麗ですね。こちらはですね、形式とか定員とかですね、重さが書いてあるプレートになるんですけれども、車両と車両のつなぎ目の部分に、このような記載がございます。車両の外側ですね、形式 1510 定員70名の自重が 10.2 トンということになっております。変な余計なシールとかもくっついちゃってますけれども、このようにプラスチックで、できておりますね。でビスで、しっかり固定されております。杉自体は青色ですかね、青色で書かれておりますね。はい、こちらは社名板ですね。車両と車両のつなぎ目の部分ですね、車体の外側に、ついているものになります。で、裏側を見てみますと、こちら1219と記載がしてありますんで、19編成の2号車に、取り付けられていたものだと思われます。車
埼玉新都市交通ということで、書かれております。でこちらは遮光幕になります。で、まあ、線形のですね、まあ、乗務員室と客室を仕切っているですね、まあ、窓のところに、取り付けられていたものなんですけれども、まあ、夜間早朝などですね、まあ、暗い時に、まあ、運転手さんが前方を見づらいということで、まあ、このようなカーテンがですね、大体どの電車にも設置されているかと思います。でこのテカした面がですね、まあ、乗客側、まあ、に向いておりまして、こちら側がですね、乗務員側ですね、まあ、もっと長さがあるんですけれども、このような形になっております。こちらは遮光幕のですね、まあ、部品になりますね。こちらもまあセットで付いていたんで、まあ、すごく良かったんですけれども、まあ、遮光幕を下ろしてですね、まあ、これがこのようにございますね。ここに引っ掛けて、カーテンを閉めるということになっております。でこちらはですね、まあ、遮光幕のまあ、これで今上げ下げできるという形になっておりますね。今ローラーみたいなものなんですかね。でこちらが広告等を入れる枠になりますね。こちらも、まあ、線形の部品販売の時に売ってたんですけれども、このようなものもございますね。こちらは車内に取り付けられております、手すりになります。でよく見るとですね、まあ、こっちの方が太くて、こっちの方が細いと、そして、長さも、まあ、若干違うという形になっております。今こちらの短くて太い方がですね、まあ、ドア横に、このように取り付けられていたものになりますね。でこっちの細くて、まあ、長い方は車両と車両のつなぎ目のホロの部分にですね、取り付けられていたものになります。はい、それからこちらは車掌スイッチですね。まあ、ドアの開け閉めをするために、まあ、使うものになるんですけれども、この下の赤いボタンを押すとドアが開く、それからこの上の黒いボタンを押すとドアが閉じるということでですね、まあ、ドアの操作をするときに、使われるものになります。でこれはですね、まあ、車両進行方向左側に、ついていたものなんですけれども、うん、左側の場合はですね、忍び錠といって、まあ、電車の鍵ですね、まあ、そちらを刺さなくても、まあ、ドアの開け閉めが、できるという形になっているんですけれども、それの右側に、まあ、取り付けられているものはですね、まあ、もう少し、まあ、大きさの方も大きくてですね、まあ、ここの辺に鍵穴がついてるんですね。で鍵穴を回さないと、まあ、ドアの開け閉めが、できないという形になっていて、まあ、それぞれ右側についているものと左側についているもので、若干ものが異なるという形になっております。でこちらに記載がございますね。車掌スイッチということで、で1119と書いてありますので、まあ、19編成に取り付けられていたものだと思われます。でこちらは検査票とか入れるケースになりますね。まあ、車内の端っこの方にくっついてるんですけれども、このようなものも部品販売で発売されておりました。でそれからこちらはですね、駅の案内が書かれているものになります。でしっかり中の紙だけではなくて、まあ、このようにていうんですかね、挟む、アクリルの方もですね、一緒についております。今はちょっと時代とかね、あのデザインが変わっちゃって、今の電車では見ることができないんですけれども、まあ、線形が走っていた当初はですね、このようなものがついておりました。で、1510系はですね、まあ、このようなデザインは今は走っておりません。今こちらもですね、まあ、線形が走っていた当初、まあ、ドアのところにですね、まあ、このようなステッカーが貼ってあったんですけれども、こちらは未使用ですね。もうこういうものも売っておりましたね。まあ、右バージョンと左バージョンで、それぞれ、まあ、購入の方をしたという形になっております。
と思います。でこちらは線形の追加になりますね。で、まあ、この皮の部分が若干ちょっと右と左で違うんですけども、こっちはちょっと太めに作られていてですね、でこっちは今若干細くて小さいですかね。ちょっとこの横幅は若干違うって感じなんですけれども、このようなものも発売されております。続いて1050系ですけれども、こちら1050系の50編成ですね。50編成のプレートになっております。1000系の場合は車両に直接ですね、印刷の方がされてましたんで、それの切り抜きという形で販売をされておりましたけれども、1050系はこのようにですね、本格的に、プレートという形になっております。すごく重いんですけれども、裏側はこのような形になっておりますね。1050系の4号車の50編成という形ですね。こちらは方向幕になりますね。今入車取りという文字になってますけれども、その他にですね、試運転、団体、改装、大宮内軸、大宮丸山、臨時等がございます。でこちらはですね、1050系の53編成の部品になっております。で、まあ、53編成っていうのは今も現役で走っている車両なんですけれども、方向膜を取り外してですね、今はそこの部分を埋めてしまって、サボで、運用に入っております。で一応まあ方向膜の裏側がですね、このような形になっております。でモーターがついてまして、一応ですね、車内の方からも今表に何が出ているかということですね、見ることができます。で一応膜を変えたものも紹介したいと思うんですけれども、こちらが大宮丸山ですね。こちらが大宮から内軸になります。こちら改装ですね。でこちらが試運転、こちら臨時、こちら大宮から羽抜きですね。で今この羽抜き行きってのはまあ絶対ないんですけれども、昔入社からが開業した時はですね、大宮から羽抜き館で営業しておりまして、でその後にですね、新しく内軸駅というものが、できたため、このような幕があるのかと思われます。ただですね、1050系っていうのはですね、内軸が開業したと同時に、導入された形式なんで、なぜこのような羽抜き駅っていうのが含まれているのかは分かりませんけれども、一応このような幕も中に入っております。こちら最後が団体ですね。で方向膜は以上の項目になります。で、方向膜っていうのは電動になるわけなんですけれども、万が一ですね、膜が壊れてしまった時はですね、こういうものも一緒にセットでついてましたんで、これをですね、ここにこうやってはめると、これ自体が回るんですね。で、ここバネになってますんで、これをグッと押すことによって、この歯車同士が噛み合うという形になっております。でこれをですね、回すと方向膜の文字が手動で、変えられるという形になっております。でこれはまあ壊れた時にしかも使わないようなんですけれども、一応こういうものもこれですね、このように、ついておりました。こちらは1050系の方向膜のですね、前面のガラスになりますね。でこちらも方向膜を購入した時にですね、一緒に、セットで、ついていたものになります。でこ
ちらは、50編成の、中間車両の、車外スピーカーになりますね。中間車両だと、デザイン的にこのように、水色と白ってことで、ツートンカラーなんですけれども、では先頭車の車外スピーカーですと、白がなくて全部が水色という形になっておりますね。一応この配線もですね、切られているわけではなくて、このように、外されているという形になっております。でスピーカーの裏側、中側がこんな感じですね。で、50編成っていうのはもともと黄色と緑色の電車だったわけなんですけれども、それを塗装変更しまして、水色と白になったということになっております。で、その塗装変更の際に、ついた後なんでしょうかね、若干水色が、スピーカーの方にもついております。でここちょっと見てもらうと分かるんですけれども、若干うっすら緑色が残っておりますね。こちらはですね、水色と白を塗り替えられる前のカラーが若干こちらに出ているという形になっております。はい、こちらは1050系の分岐輪というものになります。車両の下回りについてるんですけれども、タイヤがあって、その横に、分岐輪と案内輪というものがついております。でこの分岐輪というのがあるおかげでですね、ポイント、分岐の部分をですね、通過するときに、右に行ったり左に行ったりとですね、進む方向をですね、変えることができております。で向き的にもこういう向きで設置されてるみたいですね。それからこちらはカーテンになりますね。で、線形の場合は遮光膜ということで、上から下に、下ろすタイプだったんですけれども、1050系の一部の車両はですね、このようにカーテン式になっておりましたね。でこちらは乗務室と客席を仕切るときにですね、仕切る部分のガラスに、ついていたものになります。ですね、2000系のつり革になりますね。で、2000系っていうのはですね、まだまだ全然現役で走っている車両なんですけれども、つり革を新しく、変えたということで、こちら導入当初に使われていたものが販売されておりました。で、優先席の上についているものと、車椅子スペースの上についているもので、若干長さの方が異なるといった形になっております。こちらはですね、入車灯の架線になりますね。レールの横にこうあってついてるんですけれども、このようなものも販売されておりました。で、これ車両基地の部品販売で買ったものなんですけれども、大宮駅、それからちょっと他の駅も売ってるのかは分かんないですけれども、駅の窓口でもですね、こちら購入することができます。